ってたんですけどでもやっぱりこの9話とか8話9話ですごい真剣ななんかそういうまりちゃんの姿だったり、うん、特にその泣いちゃう、うん、泣く泣きじゃくるシーンとかがやっぱりすごい、うんうん、なんかすごいやっぱ。 そういういのがすごいきてうん、うん、なんかだからまりちゃんのなんかもう一つのそういう一面だったり3年生っていうか大、うん、ヤちゃんと香音ちゃんに対するそういう思いっていうのがなんかすごい強いんだなっていうのはすごい感じたので、うん、なんだろう12年生にまりが見せる顔と3年生に見せる顔がね、うんうん、やっぱり違うから,、ねうからね、そうだねまあでもそれは全員そうじゃないなんか3年生の3人はうん、うん、だってやっぱ カナも多分地下とかにはさ、ちょっと大人ぶるじゃないけど、幼なじみに、そうそうちょっと冷静な感じで言おうとしてたし、ダイヤはダイヤで、ルビーに対してはきっとそういうとこもあるし、だからみんな、そうだよみんな結構そうだよ、みんな、素直じゃない、素直じゃないんだよ、素直じゃない、3年 やっぱり一番3年生として大人だからでもみんななんだかんだやりたかったんだろうねスクールアイドルみんな大好きだよねでもやっぱりダイヤさんが一番好きなのかなとは思うよねそうだね多分一番やりたいのにさ一番やりたくてこうなんかこういろいろ動いてるのに自分は入らず帰ろうとするどんなケージっぱりなんだよでもそううい 可愛いと思うけどねちょっとこう格好つけて帰ろうとして結局仲間になるっていうでもカナンもダイヤもさ踊っってるところ見られちゃそうなんだよね我慢しきれずに踊り出してしまった感じ結局さ「やらない」とか言いつつめっちゃやりたいんじゃんっていうのがもう丸見えねうん そういう姿がもう最高でしたよね。えー、はい、はい、ではでは続いて読ませていただきます、ね。うん、はい。うん、えー、シャイニーネーム花丸ファンクラブ会員ナンバー八百七十三からいただきます。こか<松>。すごいですね。<laughs> 花丸さんだね。<laughs> はい花丸さんですありがとうございます。ありいますアリシャスワワアイニアシャイニー,ーシャイ。 正解が来ましたね当日、うん、姉と2人で見てましたが、うん、カナンがマリーにハグしようと言った瞬間に2人で大泣きしました、うん、そしてチカがダイエに「本当に2人が大好きなんですね」って言った瞬間に「うん、確かになっ!」 思いました最後のアクアの名前をダイヤさんがこっそり書いているところが最高に可愛かったです次回も楽しみですということでそうですよね最後ダイヤさんがこっそり書いていたグループ名の謎が明らかに誰が書いたんだろうってずっとずっとさ本当にこれみんなもさ気になってたよね私たちも2年生のね決めようと思ってた時に突如現れたアクアの文字そうったのが これ誰だというね。でも、あれアクアって普通読めないじゃん。よく二年生はあれをアクアだって思ったよね。ちかちゃんはとりあえず読めない。ええ、九、アワーズ。秋は秋はになって。で、もしかしてアクア。って言ってた。だから。すごいよね。よく読めたよね。読み方、振り方も振ってってあげろよ。本当だよ。読み方はアクアって書いてならないと。 でななってたかもしれい間違えられちゃうかもしれないからねあのさなんかその焦ってさ逃げる時とかさなんか表情がさ回を追うごとにさダイヤはさなんかすごい豊かになってくるのあのこう問い詰めちかちゃんに問い詰められてるとこでかなり睨まれた時のどんどんなんかルビーに似てきてないそうやっぱしぐさとかさあの二人がさこう。 とっく見合いしてるとこのさ、うん、こうなんかこう両手ルビールビーと同じポーズしてたよね、うんうん、すごいあれかわいいやっぱり姉妹だなーって思うよね,ね隠せない,そういう隠そうとしても隠しきれない感じがね、うんうん、目の色だけじゃなかったんだよ姉妹の似てるところは、ね、<laughs> 目の色 <laughs> 目の色は確かに一緒だけど <laughs>、うん、やっぱ中身も一緒でしたね,ねすごい可愛いですよ、ね、はい続いて続いてはいコードネーム打天使ガベリエルさんですはいありがとうございますはいアリシャスワは愛にあャーシャイニーシャイニ <laughs> 気持ちをうまく伝えられずカナンとマリとすれ違っておよそ2年二 <laughs> 人ともすごくつらかったんだろうなと思いますはい でもそれ以上にそんな2人をずっと見守っていてあげていたダイヤ様の母性がやばすぎません,うん、うん、そんなダイヤ様もやはり黒沢家幼少期は仕草がルビーにそっくりで可愛らしかったですぴんゃ<ケ>ならぬピが新たに出てくるとは <laughs> そしてヨハネにがんじがらめにされている時のリアクションも2人ともそっくりでさすが姉妹だなと思いました。か 次回はシャイニーが出てくるそうで、うん、どんなものになるか今から楽しみですとのことです <laughs> マリのさなんか最初さ、うん、すごいうんみたいなしかめっ面じゃないけど<う>、うん、緊張してんのかなうん緊張してるのかなん,なんか 勝手に思ったのはそれまでも友達ができなくて、うん、なんかうんみたいななってるのかなとか勝手に想像したまた転校かよみたいなそう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 。<laughs> でもそうだよねなんか絶対転校とかはたくさんあっただろうねまりちゃんもあの顔が最高に可愛いよね可愛い,いいでも小さい時の台は何事も恐れてるから <laughs>、うん、<laughs> そうだね <laughs> あの臆病だよねとりあえずね <laughs> うそうそうそう,ぞう何事も恐れみたいな顔してるなんかもう ルビーは、やっぱりダイヤを見て育ってきたのかな。うん。だる。やっぱ似ちゃうんだね。似ちゃうんだろうね。で、も、そんなルビーを見て、ダイヤはきっとしっかりしなきゃって思ったのかもね。うん。じゃ、ルビーにも下ができないと、ダイヤみたいにはなれないのかもしれない。あれ。確かに。あれ、あれ、あれ。そこはほら、そこはいいんじゃないの。ルビーはルビーで、そのままでも。うん。可愛い。かわい。可愛い妹。あれかね、お母さんとか、ああいう感じなのかな。 お母さんはうんんなお母さダイヤっぽいのかルビーっぽいのかどっちなんだろうねでもルビーっぽくあってほしいんか個人的希望はお母さんもルビーもそんな感じだからダイヤ私しっかりしなきゃみたいな私ちゃんとしなきゃいけない私しっかりしなきゃ勝手な妄想がどんどん広がっていくねいいですねそしてシャイニーシャイニーさんがついにいやシャイニーあの これびっくりした。んよこんなさ、本当にさ、こう、ね、私たちがさ、なんか。ニコ生とか生放送とかでさ、やった頑張る日もそうだし。こんなに反映してもらえるんだな。ね、まさかアニメに出ちゃうとはね。びっくりしました。タイトルだよ。シャイに始めましたですよ。始めちゃった。十二時。冷やし中華じゃないんだよ。冷やし中華始めましただよ。本当に。本当にそうです。ね、でも。 こっからこっからねどんどん十位校は三年生が、うん、ねこれだけねやっと九人の物語になっていきますからやりたい気持ちがきっと爆発しているんじゃない？どんな具に爆発するんでしょうか本当に面白い展開になそうですよ <laughs> はどこで作るのかもね,そうだよね本当ねどこで作るんだろう、ねうん、食べたいわ食べてみたいよね,ね<ー>一回ね本当に気になりますわ、うん、この内容はい。は